皆さん、こんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。現在、軍務に従事しているにもかかわらず、BTS の最もハンサムなメンバーであるキム・テヒョン、テテは、その創造性でファンを魅了し続けています。最近の報道によると、彼はロマンティックをテーマにした新曲を制作しており、 アーミーや音楽愛好家たちの間で大きな注目を集めています。感情豊かで意味深い音楽で知られるテヒョンの新プロジェクトは、これまでで最も感動的な作品の一つになると期待されています。公式な詳細はまだ明らかにされていませんが、楽曲が彼の個人的な経験に基づいているのではないかという憶測が広がっています。この曲の歌詞は、 テヒョンの過去の特別な関係を反映しているのではないかという噂が飛び交い彼のプライベートな恋愛事情に対する関心をさらに高めています。これまで恋愛についてはほとんど語られてこなかったため、ファンの興味は尽きることがありません。この曲が未練や切ない思い出を表現している可能性があるとされ、リスナーはその感情的な深みを感じ取ることを期待しています。テヒョンは、 自身の感情を音楽に込める才能で知られており、それがキャリアの特徴となっています。恋愛についての詳細は謎のままですが、ファンは彼の音楽からヒントを探ろうとしています。この新曲が彼の個人的な成長と芸術的な進化を反映したものであることを期待しています。完璧主義者として知られるテヒョンの卓越した歌唱力と感情表現の能力から、 ファンはこの曲が名作になると確信しています。彼が音楽で深い感情を伝える才能は多くのリスナーを引きつけています。軍務中というタイミングでこのプロジェクトに取り組む姿勢は彼の音楽への情熱とプロ意識を示すものです。テヒョンへの支持はアジアを超えて世界中から寄せられています。忠誠心の高い BTS のアーミーは このロマンティックな曲が彼をグローバルなソロアーティストとしてさらに確固たる地位に押し上げると期待しています。公式なリリース日はまだ発表されていませんが、この曲が彼のキャリアにとって重要な瞬間になると予想されています。ハイブの創設者であるパン・シヒョク氏も、軍務中にもかかわらず音楽制作を続けるテヒョンの献身を称賛しています。彼の絶え間ない努力は、 音楽への情熱とファンと繋がり続けたいという意志を物語っています。このロマンティックな楽曲が公開されるのを待つ間、ファンはそれがテヒョンのこれまでで最も心に響く作品になると確信しています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。